三脚が斜めだからちょっと斜めアングルになっちゃうんだけど許してね。ちょうどバイト終わった、お疲れ様、こんばんは。チュンチュンさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。こんな感じにしようかな。ねえ、汗かいて顔テカテカなんですけど、まあしょうがないね。やちさん、くまちゃん、ありがとう。10分ぐらいまで雑談すんね。今日なんか話そうと思ったのに忘れちゃった。何だったっけな。忘れちまったな。こんばんは。あ、そう、お醤油買ってきたって話をしようと思ったんだ。醤油とケチャップと、あとずっとね、はい、買いたいなと思ったオリーブオイルと、あと近々どうしてもカレーが食べたくてカレーのルーを買ってきた。そう、今日帰りに、そう、スーパーに寄って買ってきたよ。スーパーが遅くまで開いててよかった。これから近々カレー作るから私そう、だから今日なんか空気清浄機がめっちゃ、この部屋空気汚いって言ってめっちゃ激しく動いてて、ちょっとホーって音入ってるかも。気にしないで、空気が汚いっぽい。あ、さやはそんな感じないし、なんか昨日さ、てか毎日さ掃除してんだけど空気汚いって、何がいけないんだろう、わかんないけど。まあまあまあ。キラーさん、くす玉ありがとう。こんばんは。カレー一人分って難しくない？カレーは、まあ、3日ぐらい食うよね、多分。カレーライスで食べて、2日目か3日目ぐらいにカレーうどんやってると思うよ。あとはカレー、グラタン作ったりアレンジしようかな。でついでにカレーパンも作れたらいいけど、でもカレーパンは多分めんどくさいから作らないと思う。やる気が出なくて多分作らないと思うけどそう、音が落ち着いた。こんばんは。そう、カレーはアレンジ無限大だから全然ね、余裕のよっちゃんです。さあ、明日天気めっちゃ悪いんでしょ。やだな、なんかめっちゃ雨降るみたいな。ちょっと明日の天気について調べよう。今 iPhone の純正の携帯だと東京は朝5時からずっと雨だ。明日、嘘でしょ。私、日の出から日の入り後まで夜までずっと雨だよ。いや、おかしいじゃん、おかしいじゃんね。天気、やだな。何ミリぐらい降るんだろう、予想では。雨予報、予想雨量、関東甲信地方120ミリ、24時間で120ミリ、めっちゃ古くない？ 120 ミリがどれくらいかわかんないけど、やだな、雨降ってんの。
傘あってもどうせ濡れるからね。嫌だね。そしたらね、大荒れらしい。こんばんは。風もすごいの？じゃあもう絶対傘でさ、できないじゃんね。守れない。あ、10分になったんでドボンやりますね。ドボンね、何分からみたいな言うけど、これ持ってドボンの、あ、あった。トラップ変えよう。ドボン、ドボン、ドボン、一緒にやろう。最近電車でちょこちょこやってるんですよ、私ドボン。今月入ってから。待って、めっちゃ通信悪いかも。今日さ、携帯すごい調子悪くてずっとカクカクなんだよね。あ、動いた動いた動いた。よし。ちょっとメッセージを交換しよう。こんばんは。こんばんは。今から。遊ぼう。ということで、じゃあ13分からやりますね。13分00で第1回目、本日第1回目やりましょう。前髪かわいい。前髪もう死んでるけどね。一着レインコートあるって言うと、でもさ、レインコート持ってんだけどさ、レインコート着るのちょっと恥ずかしくない？え、そうでもないか。そうでもない？え、ちょっと恥ずかしくない？電車に乗るときとか、周りにめっちゃ迷惑かけない？レインコート着てたら。どうなんだろう。ちょっと恥ずかしいよね。持ってるんだけどさ、レインコート。雨の日はみんな着てるから大丈夫。レインコート着てる人見たことないけど、都会で。こんばんは、こんばんは。まあ、ちょっとどうにかして。靴どうしよっかな。何が一番いいんだろう。スニーカーだと絶対シャバシャバになるよね。靴下濡れると不快だからな。プレイ。さあ、本日1戦目。お、全員再臨推しだ。ありがとうございます。こんばんは。レインコートとか野外ライブとかでしか着ない。え、そうさ、もう遊園地でしか着ない。満員電車にレインコートはちょっとね、ご迷惑がかかるよね。やばい、電車でやるためにバイブレーション切ってあるから、自分の番来たの分かんないから、ちょっとこの対戦終わったらバイブレーションオンにしよう。電車でさ、ずっとブーブーって携帯なんで恥ずかしいから、バイブレーション切ってあるんだよね。 そう、寝れるの前提として着替え持ってる人、確かに靴下の替えは確実に必要だね。靴下明日持っていこう。こんばんは。イエーイ、1戦目勝ち。幸先いいスタート。イエーイ、勝ち。ちょっと待って。
まずバイブレーションをオンにして、どこでやったっけ、ここか、振動、あ、びっくり、振動をオンにして、あとガチャ一回回してみるね。これでサヤが出たらいいな。育成したいんだよな、サヤ自分を。出ない。ズッキーのシークレットは出た。かわいい。ちょっとサヤのさ、特攻のカード欲しいんだよな。あるか。これ今月いける？6月30日まで。あ、これセットしよう。あとは今月あれできるやつないんだよな、多分。あ、これ6月30日までじゃん。これは？これ違う。これは？あ、これ6月30日までじゃん。この辺はいけるんだ。18分からやるね。おさりの iPhone の振動ちょっとうるさいからさ。大さんありがとう、ありがとう。今月のカードね、割といい感じ。じゃあとりあえず一番強いやつを水田に育てておけばいいか。オッケー。で18分からね、次。こんばんは。特攻なかなか出ない。出ないね。今月のカード早く出したいな。ちょこちょこガチャ引いたりしていこうと。でも今のガチャ絶対出ないよね。あのチームごととかだったらワンチャンあるけど、全体のやつほんと出ない。5月末の一押しガチャさ全部やったよそう、やりました、やりました。一押しガチャめっちゃやったよ。ちょっとさ、おでこのさ、汗やばい、汗のテカリやばい、めっちゃ汗かいたのバレる。あ、テカリがだいぶ良くなりましたね。よし。え、マジ一押しガチャしか勝たん。まあ、あと8のなんか西と東に分かれたガチャもまあワンチャンはあるワンチャンはある。これ全体のガチャはワンチャンがない。そう、さあ18分なるぞ。レッツゴー。推しガチャ以外で推しメン引けたことない。え、それな、全然出ないよね。ちょっとお茶組みますね。すごい、今やってる人少ないのかな。めっちゃサイのファンの人と当たる、嬉しい。いや、こんばんは、こんばんは。今日なんか普通にドボンはするけど雑談もしたいんだけど、なんかみんな面白いことあった丸投げの質問しちゃったな。なんだろう、さやの今日最近のあ、ちょっと今負けちゃったので、次21分からやりますね。21分からツイッターさかのぼってさ、去年の今日髪の毛切ってて懐かしいなと思った。やば、もう1年経ったの。伸びたよ髪の毛。1年もすれば髪の毛って伸びるんだね。次20分からやりますね。こんばんは。ちょっと唇にあまりにも血色がないな。え、マジで今日足重た。
いっぱいね歩いたんだよ。そう、わざわざなんか遠回りしたり意味のない歩行をしてね、今日いっぱい歩いたら足が重くなっちゃった。めっちゃ重い。今日のツイッター画像めっちゃいいと思った。やった。おととい？昨日？おととい？昨日？昨日か。昨日撮った写真だわ。そう。明日もメイクして写真撮ろう。ちょっともうちょっとね。あれ。6月10日からだっけ、イベント48 Times さんの近づいてきたらあれしようと思って、こうやってやるよみたいな説明画像を作ろうかなって思ってます。さて、レッツゴー。仕事だらけで面白かったことが思いつかない。お疲れ様。こんばんは。あの髪型好きだった、ありがとう。またいつかやるかもしれないし、やらないかもしれない。え、めっちゃファンの人と当たれる。最高なんだか。11日からか、イベントは。今週はショールーム見ながら毎日寝落ちしてる。まあ結構ね、私遅い時間にやってるからね。あれですよね、きっと。あれだと思うわ。寝落ちしやすいと思う。ルームのフォローしました。お、ありがとうございます。かかよろしくね。あー、負けた。負けちゃったんで23分からやります。サリーファントはいっぱい当たるってことは、サイト当たるよね、もうすぐ。きっと大丈夫。23分から。こんばんは。でもなんか、最近なんか朝昼ショールーム毎日やってるけど、なんか喋るだけだとつまんないかな。まあドボン配信増やそうかな。なんかみんな喜んでくれるし、ドボン配信さえも楽しいし、一人で寂しくやるよりファンの人と当たった当たんなかったみたいなことやってんの楽しいから、ドボン配信いっぱいやろうかなって感じ。今月そんな感じ。こんばんは。これで今日サイリンの面白かったことは、今日なんだろうな。今日ナナさんといっぱい喋った、久しぶりに。そう、ナナさんといっぱい喋ったよ。こんばんは。なんかそう、メールにもちらっと書いたんだけど、ダンス上手になったよねって言ってくれて、あ、とても嬉しかったです。そう、とても嬉しかった。こんばんは。あとナナさんにちょっとダンス教えてもらったりして、マジでお世話になった。今日はそんな感じ。あとこれからさ、ちょっと配信の話にちょっと戻るんだけどさ、なんていうの、朝配信の時、朝ごはん食べたりしながらこれからやるかも。ちょっといつも朝配信お腹ペコペコすぎてってなっちゃうから、なんか朝ごはん食べたりもしてるかもしんないけど。許して。一人で寂しいんだって。一人で寂しいからみんなと時間を共有したくてさ、ちょっと許して。みんなと時間を共有したいんだわ。寂しいんだよね。大佐ありがとう。じゃあ次、負けちゃった。
26分からやります。26分。そう、テレビないとマジ無音の中 YouTube 大きめの音で流して生活してるよ。でも感じで生きてる今。寂しさを紛らわすために。こんばんは。朝ほぼ見れないからちょっと悲しいけど夜もやってくるか神様。いやそうだ、どっちかでも見てくれてたらね、もう全然120点満点ですから。全然無理せず、あの夜見れないって人のために朝やってて、朝見れないって人のために夜やってるから、どっちか見てくれればもう120点満点ですよそう、めっちゃさファンの人と当たる。マジハッピー、今日ハッピージャムジャムな日ですね。ちゅんちゅんさん、くまちゃんありがとう。こんばんは。こんばんは。まあなんか休みの日とかでどっちも見れるよみたいなね時は覗いてもらえればと思います。そう、どっちも見たい、欲張りさん私も同じ時間共有したいのに。いやーねー、でも夜今共有できてるから。テレビ見れないサイにあれだけど、最近2355って番組あって、 NHK のやつでしょ多分。23時55分になんかちょっとシュールっていうかやってるやつ、それもたまに見たことある。よし負けた、次29分からやるね今日は勝率あんまり良くないかな、もしかしたら。まあ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 、そういう時もまああるよね。こんばんは、大佐ありがとう。みんなワウワウを無音でずっと流してます。あれさ、今何分からやるって言ったっけ。あー忘れちゃった、すぐ忘れちゃうすぐ忘れちゃうんだけど、何分って言った。じゃあ28って言った、29って言った、29か。みんな29ってコメントしてくれてるけど数字だと思われて反映されてなかったでもみんながいっぱい29、29、29って書いてるの見えてたよ、ありがとう。29分ね、じゃあもうちょっとのんびりだった。ちょっと今回は頑張って自分が指定した時間を忘れないことを目標にしよう。お昼は食堂に行ってるから無音だった。なるほどね、お昼休みだからみんな見れるかと思ったけど、やっぱ食堂とかでご飯取ったりすると音出せないもんね。ぜひイヤホンある方はイヤホンとかして、あの見てくれれば楽しめるかねと思います。ドラマはマジ今期ネメシスしか見てない。で最近ゆうこさん出てない気がする。ちょっと最新はまだ見てないんだけどさそう、29分いきます、イエーイ、ファンの人と当たってます、うれぴーまーん。この前出てた、あ本当最新話出てた、見なきゃ見なきゃ。こう見る時間を確保するのもなかなかね。今日お風呂の中で見ようかな、お風呂のんびり入りつつ。今日ね23時ぐらいには配信終わりにするかな、ちょっと寝るの遅くなっちゃうから。まあでも明日もそんな早くないからゆっくり寝れるんだけど、逆に夜配信ができるか微妙だから、明日できると思うんだけど、そんな長くできないかもしんない、わかんないんだよねまだ。
だからちょっと朝多めにやっておきたいかな、なんとなく。朝かな、ね、そんな多めにはやらないかも、1時間ぐらいかも。あー、負けた。こんばんは。負けちゃったから次32分からやるね。こんばんは、こんばんは。次32分からやります。負けちゃった。ピエン侍。今対戦させていただきました。ありがとう。あ、初見さんじゃん。ありがとう。嬉しい。よろしくね、これから。これぐらい興味持ってください。こんばんは。いや、もうなんか今やってくれてる人みんなで当たるといいな、この配信で。まあでも、ワンチャン今日当たれなくても今月は何回かやろうかなと思ってるんで。そんな悲観することなく、今日はたまたま大変が合わなかっただけだ、次回会おうってポジティブに受け取ってもらえればとは思いますけど、まああんまりにも当たらないとしたら電波時計が本当にちゃんと合ってるかちょっと確認必要かもね。電波時計ずれてると会えないこと多いから。ママから当たらないよー涙って LINE 来た。ママもやってるんかーい。ママも当たんないらしいよ、ちなみに。ファンの人とは当たってるかもね。ウケる。かわいいんだけど、ママ。帰りの電車の中でずっと LINE してたわ。イエーイ、ファンの人いる、ありがとう。サリン押しても当たらない。あら、まあそれは有識事態。これから応援します。だって嬉しい、あの大歓迎の巻。嬉しいです。よろしくね、これから。今日ね、顔むくんでて顔まん丸なんだよね。まあ日によるよね。OK。ママと当たってる可能性全然あるんじゃない？多分さやのママって分かんないけど、分かんないと思うけど。携帯のバイブレーションがなんかまた変わっちゃった。おかしいんだよな、なんでこんな変な音するんだろう。落としまくってるからか。はあ、負けちゃった、負けちゃったので、次35分からやります。今日負け率高いね、バリバリに高い。で、明日さ、洋服買いに行こうかなって思ってるんだよね。なんかどっか、どこだろう、下北沢くらいに行こうかな、どうしよっかな。古着屋さん行こうと思ってさ。そうだから、さやが頑張って、まあ明日もレッスンあるんだけど、そのレッスン時間より早く家が出れるように応援して。今日もさ、早く出ようと思って結局出れなかったから。そうだから、あ、でも明日、でも天気荒れてもさ、どうせ出るんだったらさ、まあ、あんま変わんないかなっていう。あんま変わんないかなっていう感じはしてるんだよね。ママ、ファンの人と当たってるよって LINE 来たから、みんな当たってるかも。知らぬ間に当たってるかも。サイリーにピアリーナでめっちゃ元気もらいました。え、嬉しい。でもピアリーナでさ、皆さんにめっちゃ元気もらったから、マジ、元気のあげっこでしたね。横浜はね、マジ楽しかった。こんばんは。
もう大雨だったらさ、なんかどうせ濡れるから、なんかせっかくどうせ家から出るならあんま変わらんかなみたいな、よし感じで、なんかもう諦めてる、すべてを諦めた気持ちです。お、ファンの人と当たった。結構いろんな人と今回当たれてる。今日はやってる人少ないかもね。平日だし、木曜日だし、木曜日があれか分かんないけど、どうなのか分かんないんだけど。コマーサリン今日もめっちゃ可愛いよ、ありがとう。マジでサイリンファンとも当たらない。サイリンファンとも当たらないのであれば、もしかしたら時計がずれてるかもね。ワンチャンあるよ。時計ずれてると本当当たんないよ。こんばんは。今日もめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。ラブー。今来ました、こんにちは。こんばんはかな、こんばんは。もう遅い、今10時半だもんね。さやの気分的には今7時ぐらいなんだけど、10時半だったから今びっくりしちゃった。うん。サイリンファンってイチオシカードで判断。イチオシカードか称号だね。なんか高さえのなんちゃらにしてくれてたり、カードが私だったりしたら、あ、私推しの人だなって。でも私推しの人にどっちもしてなくても、名前であいつもショールーム来てくれてる人だとか分かったりする場合もある。 そういう場合もまあある。勝ちました、皆さん。勝ちましたよ、皆さん。次、38分からやりますね。なかなか当たらんね。ちょっと当たってほしい、みんなと。相変わらず2時寝てんの。うん、昨日も2時ぐらいだったかな。昨日1時かな、でも。昨日1時ぐらいだったかも。昨日1時ぐらいにもう眠くて寝たわ。そう。ちょっと目薬さしていい、目シュパシュパしていった。シュパ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 、ちょっと待って、38分に間に合うように早急に入れなくては。 OK、 じゃあ早く寝たいんだけど、昨日お風呂入るのめんどくさくてちょっと入るの遅くなっちゃった。そうなの、今日の朝声出てたから。今日は朝っていうか昼だったからね。一昨日はほんと寝起き5分とかだったから、まだ声が出てなかったけど、今日は昼だったから。そう、じゃあご飯食べた、ご飯食べてからやったし。 そう、そう、ポニーテール。あ、ドボンできた。イエーイ。イエーイ。やったね。嬉しい。ドボンできるとニコニコしちゃうね。最高。次、40分からにしよう。40分からやります。40分から。ラス1から6枚カード連続で引いて出せずに7回目に出してドボンカードとかなきゃ。そう、やっと出せたと思ったらドボンされることめっちゃあるよね。あれほんと悲しいよね。次40分からですよ、皆さん。41分です。いやー、今日は配信終わったらすぐ風呂入りたい。
え、マジで絶対に横にならない。横になったらもう絶対に遅くなっちゃうから、絶対に横にならない。誓いを立てたい、本当に。横にならないでほしい、未来の私。本当に。絶対に横になるな。横になったら終わりだぞ。もうお湯入れよう。今お湯入れたらちょっと早いかな。冷めちゃう。ギリギリぐらいかな。今日メイクしてるから、お湯入れた間にメイク落としたりしたらちょっと時間になるから、なんかもう終わった瞬間にお湯を入れに行くね。そっからが私の夜のスタートだね。横にならないように応援してて、みんな。 本当に応援して。さやちゃんが横になってませんようにってずっと思ってて、ショールも終わったら。こんばんは。でも配信終わったらもうこうやってお湯入れに行くから、もうすぐ立つ。絶対にそうするんだ、私は絶対にそうするんだ。何があってもそうするんだ。あ、すごい、全員ファンの人だ。イエーイ。なんか早く家具屋さんにも行きたいし、家電量販店にも行きたいし、新しい洋服も買いたい。物欲マンなんですけど、ね、家具とかちょっとさ、気に入ったやつ買いたいからさ、妥協はしたくないよね。約束よ。いや、本当に神奈川ばりの約束よです。ということで、今さえ勝ったので44分から次の対戦やります。必ず君に会えるから、その日まで私をずっと忘れないで、約束よ。マジいい曲、名曲すぎる。ちょっとあくびが出てきてしまいました。申し訳ない。ちょっと眠くなってきちゃった。まあもう11時になりますからね。人間眠くなる時間です。今日は絶対にお風呂に早く入るけど、ちゃんとしっかり湯船に浸かって、足が重たいから足を復活させたいね。そう、歌聞けたから今日は歌わなくてもいいや。 こんな鼻歌で大丈夫？せっかくなら当たろうよ。当たるように祈ってるよ、私はずっと。待って、めっちゃ目かゆい。めっちゃ目かゆくなってきた。助けて。めっちゃ目かゆいんだけど、急に目かゆくなってきた。急にハウスダストアレルギー出た。レッツゴー。さあ、ファンの人。あ！ファンの人がいない。挑発ファンの人いないんだけど。悲しい。サリンとおだいりのあくびはもう見慣れてしまった。おだいりもあくびするんだ。え、逆に他のメンバーショールーム中にあくびしないの？やば、さやもあくび抑えなきゃ。 アイドルとしてどうなのって感じは若干するなってちょっと察したけど、いやでもおだいりとお揃いだったら嬉しいからいっか。
ああ、どちらを取るべきなんだ。みんなすごいね。ああ、めっちゃカード増えた。口閉じた時にさ、涙出るのってさ、あれ物理らしいよ。を溜めてる部分がこうキューってそのあくびなんかこの辺がこうシュワーってなるやん。それでこう押し出されて、そう、すごくない？なんか特別な理由とかあるんかと思ったら押し出されてるだけらしいよ。はい、負けたので次48分から。なんかさ、ずっと喋ってるからさ、基本さ、もうなんかずっと喋ってるからさ、配信中ご飯食べてる間喋るなって、なんかもどかしい気持ちになるからあんまりやんないんだけどさ、まあ、朝食ぐらいだったら軽めだしいいかなって思って、解禁したい、していこうかなって感じ。こんばんは。てか最近マジ猫飼いたい 猫飼えないんだけど猫飼いたい。なんかもうさ、アレルギーあるっていう理由もあるし、ペット OK の家じゃないっていうのもあるんだけど、猫めっちゃ飼いたいんだよな。猫が飼いたい。こんばんは。猫か、飼えるか、デグーか、トカゲが飼いたいね。幅めっちゃ広かったね、今。今めっちゃなんか動物の幅広かった気がするけど。あー、カメレオンいいっすね。星になってるのが何かちょっと気になるけど。でも猫はなんかもうちょっと、なんだろう、何部屋かある広い家に飼ってあげないとかわいそう。狭い部屋だと、一人暮らしのお家ぐらいのサイズだと猫かわいそう。狭くて動ける範囲が、もっと一軒家とか住んだらだな。あ、トカゲ星になっちゃうんだ。あ、ママと当たったんじゃね ママと当たったよ。ウケ、ウケる。ママと当たりました。イエーイ。カエル飼いたいんだよ。なんか、なんていう種類だったかな。なんかね、鮮やかな緑のね、カエルの種類がいてね、なんかその子超可愛かったんだよね。そう。だから、飼いたい。でもカエルって、なんか懐いてはくれないらしい。なんか人間慣れはするけど、なんか別に懐いてくれるわけじゃないらしいよ。そう。だからなんかそこはちょっと寂しいね。初見さん、猫飼いたい。いや、それな。初見さんなのに猫飼いたいってコメントしてくれたってことは、相当猫飼いたい欲が伝わってきて、すごいいいと思いました、今。なんでこのタイミング？すごい。前田浩一さん、お城タワーありがとうございます。では、ちょっと待って。唐突すぎて私びっくりしちゃったし、ドボンは負けてるし。びっくり。
前田光一さん、タワーありがとう。すごい、無言で、無言でないか、こんばんはの次タワーなんだけど。すごいよ。スピード感がすごいよ。嬉しい。ちなみにうちの親戚長野県、あら。じゃあ、接点がありますね。すごい嬉しい。お城ありがとうございます。ハッピーです。前田光一さんありがとう。嬉しい。嬉しいけど、すごいタイミングだったので、なんか申し訳ない。ありがとう。ありがとうございます。急展開。ウケ。ありがとう、本当に。そんな感じでちょっとボン負けちゃったんで、次52分からやりますね。すごい嬉しい。お城タワー久しぶりかも。イエーイ。そう、最後松本城って言ってるやつね。でもシャチホコいるよね。これ。明らかにシャチホコが見えるよね。どうだろう、松本城もうちょっと黒いのかな。でもこんなもんかな、色。わかんない。あ、ママが当たったので寝ますってきた。寝ちゃうの？おやすみ。当たったことに満足して寝たわ、ママ。上田城は天守閣残ってないから、そう、上田城行って一番いいのは門だね。有名なのは天守閣残ってないんだよね、上田城。そう、真田幸村で有名になったんだけど、朝ドラだったかな、大河か、大河で有名になったんだ、一躍有名になったんだけど、天守閣残ってないんだよね。そう、立派な門が残ってる。あと石垣も残ってるかな。そうそうそう。そんな感じで、ママは当たったことに満足して寝たので、みんなと当たりたい。お、あの人と当たった。イエーイ。あ、これさやがお腹出てる衣装だ。このカード。懐かしい。今の方が痩せてる。俺も当たりたい。餌やもみんなと当たりたい。みんなと当たれるといいな。なんで今2回バイブレーション鳴ったの？なんで？さやの携帯なんで？わかんない。やっぱ壊れてるよね、ママともう当たれないの？やった。ねえ、ママと当たれないことよりさやともっと当たりたいって嘆いてくれない？ 目的が変わってるよ。ドボン何秒でやってる？今00秒でやってる。何分って言った00秒でやってます。ママと当たることに楽しみをみんな見つけないで。頼むわ。負けちゃったし、次55分からやります。55分から。今年こそ長野県にね、来てほしい。そう、まあ様子見ながらだけどさ、来てほしいわ。親戚の人いるならね、会いにね。サリンの配信を見ながら見ていると寝そうになりスマホ降ってくる。 こうやって見てくれてんの。痛いじゃん。痛くない？顔に落ちてくるとき。あやさん今54分からって言ったっけ？もう分かんなくなった。55分からって言ったのかな。分かんない。で、54分過ぎちゃった。やばい、みんながもしかしたら押してくれてたかもしれない。55分。よかった、危ねえ。危ねえ、今さ、見逃したかと思った。危ねえ。危ねえ。55分でした。危ねえ。2回目。やっぱ忘れちゃうね。喋ってたら忘れちゃうんだよな。忘れないにしてんのに。トイグ行ったことある？トイグ献血ルーム入ってるからね。献血したい。献血最近してないな。献血さえもしたい。献血したいってコメントしてくれてるけど、さえも献血したい。さえもしたいです。レッスンがあるとね、そう、
献血の後激しい運動できないからね、ちょっと今タイミングを伺ってる。休みの日とかに買い物とかで出たら行こうかな。ね、今献血がすごいルームが空いてるらしくてやばいらしいので、ちょっと少しでも手助けになればなと思って行きたいですね。こんばんは。ノーファンの人いっぱいいる。あ、全員だ。全員さやの証拠を使ってくれてる。嬉しい。嬉しい。こんばんは。てかさ、今日さ、醤油とかさ、買いに行ったらさ、で、財布出すじゃん、買おうと思って。したら財布にお金入ってなくてさ、じゃあ、おろしたんだけど、お金を。おろしたお金を財布に移動するの忘れてたっぽくて。今日、300円ぐらいしか財布に入ってなくて。でも、その会計は1200円だったの。やばいと思ったけど、ペイペイがあったから事なきを得た。危なかった。当たりました、ヤッホー、嬉しい、ありがとう。危なかったね、今日。ペイペイがあることを思い出してよかった。むしろペイペイが使える店でよかった。たまに現金しか使えませんみたいなお店あるじゃん。そういう店じゃなくてマジでよかったと思った。激焦りマックスでしたね、今日。一瞬焦った。そう、お金下ろして即財布に入れなかったのよ。封筒に入れたの、一回。封筒に入れちゃったのよ。入れたつもり、財布に、その封筒に入れたお金から、こう財布に何枚かこう移行したはずが、入ってなかったんだよね。びっくりしちゃった。じゃあ次、58分からやります。58分。大変ありがとう、ありがとう。ちょっと焦ったよね。最後当たると信じて指に力ためてます。まだ最後じゃないよ。これの次最後にしようと思ってるから、まだ最後じゃないよ。封筒に入れるほどの大金ではない。全部1000円で下ろすからさ。全部1000円で下ろすからさ。そう、枚数が多いのよ。そう、なんかあんまり大金をお財布に入れておきたくなくて、怖いから。そう、だから1000円札で全部下ろして2000円、3000円ぐらい入れときたいわけ、財布に。だから全部1000円札で下ろしてる。さあ、レッツゴーですね。さーて、やっていくぞ。初見です。お、こんばんは。ありがとう。最近ペイペイ使い始めたの。ここほんと1ヶ月経ってないぐらいペイペイ使い始めて。全然使いこなせてないんだけど。ペイペイで買い物したらさ、ポイント貯まるじゃんね。現金よりお得なんじゃないかと思ってる。ペイペイ以外は、au ペイも使ってる。でもあんま使ってないかも。頻度は全然少ないけど、一応、アカウント持ってはいるみたいな状況。そう。こんな感じだね。スイカはどれぐらいでなの？まあ時によるけど、今日は900円ぐらい入ってた。全然入ってない。
キャッシュレス決済ってスマホやと何もできなくなると思ってちょっと怖い。だから現金もちゃんと持ち歩いたらいいんじゃない？スマホだけだとさ、スマホ、電子決済できないところで困るから、どっちも併用したらいいんじゃないかな。こんばんは、こんばんは。ね、この戦い、かなり激戦ですね。全然終わらない。めっちゃ激戦じゃない？こんばんは。やばい、お風呂入るのめんどくさくなってきたな。気づいちゃった、今。今私が心の底からお風呂めんどくさいなって感じていることに気づきたくなかったけど気づいちゃったな。気づいちゃったな。横にならないように頑張る。もう今すぐにでも横になりながら配信したいぐらい横になりたいけど、頑張ってお風呂入れるからみんな応援して、あと褒めて。お風呂入んないと、もう疲れちゃってお風呂入りたくなくなっちゃったな。まだ対戦中てかさ、同じ色しか持ってないから一生出せない。お風呂入んなきゃ。お風呂入るのはめんどくさくないんだけど、入るまでがめんどくさいんだよね。これはあると思う。なんか入ったら、もうあとはね、ゆっくりするだけなんだけど、なんでお風呂ってあんなめんどくさいんだろうな。不思議だよね。待って、誰も上がらないし私も上がれない。あと今日は筋トレしてから寝たいんだよな。だから筋トレもできるように祈ってて、みんな。みんなに祈らせる、めっちゃ。めっちゃ祈らせてるわ。お風呂入ったら多分元気になるのよ、さや。なんかお風呂さえ入れちゃえば筋トレは多分できる。待って、マジ長い。この対戦何時間やるんってぐらい長いぞ。超激戦。誰も上がれないんだけど、そんなことある？あ！上がれるんじゃない？この人。上がれないんかーい。お、怒った！イェーイ。あ、負けたんだけど。長いかったな。長かったな。いい戦いでした。じゃあ次、今日のラスト対戦5分からやりますね。今日のラスト対戦5分からにします。みんなよろしく。最後まで付き合ってくれてありがとう。そう、みんなにめっちゃ祈らせてできるようにする。ほら、どれくらい入るの？1時間入ってないかな、最近。すぐ出ちゃうかも。なんか、飽きちゃって。そう。あとね、最近お風呂入る時間が遅いから、早く出るしかね、早く寝るためのね、道がないからね、早く出てるかも。次、5分から。じゃあね、いつも以上に可愛かったんだって。いつも言ってるんだけど、いつもとは違う可愛さだったの。もう。みんなもあるでしょ、セイリン。もういつも可愛いけど、今日なんか特別可愛くないみたいな日あるでしょ？それそれ。それだよ、それ。レッツゴー！うおー、サイドハンの人と当たった。ヤッホー。あ、すごい。誰もサイドカードじゃないけど、サイド称号を使ってくれてんだ。ありがとうございます。だから本当。さやもちょっと筋トレ頑張んないとな。ゆりさんに負けてられない。ゆりさんめっちゃ筋肉つきやすいらしくて、そう、全然筋トレとか普段しないのに、もう腹筋あの感じなんだって、普段から。
すごくない？どういう食生活とどういう生活をしたらあの体になれるんでしょうか。はい、負けちゃった。最後の戦いは超あっさりでした。1分も持ちませんでしたね。 はい、今日楽しかった。どうもみんな付き合ってくれてありがとう。楽しかった、マジ。じゃあメッセージ変えとくね。今日も、間違えた。今日も、マリムメモ、ありがとう。投稿しといた。よし。今日楽しかったです。めっちゃ楽しかった。いい配信だったと思う。お疲れ様、ありがとう。ドボン配信でもいっぱい話してくれるから嬉しい。よかった。さっきお話しするだけの配信がいいって言ってたけど、こんぐらいお話しすればセーフ。 次はマッチングするからな、約束な。今日マッチングできなかった人、絶対に次回のドボン配信では絶対会おうね、約束ね。さーて、いやー、お風呂絶対、何があっても入るぞ。何がどうであれ、今から入るぞ。一回ゆっくりしたらもうまた二次コースになっちゃうから、今入ればワンチャン1時前に寝れるから、本当に、本当に頑張ってくれ、私。本当に本当に頑張ってくれ。早く寝るために頑張ってくれ。ショールーム終わった瞬間にお風呂に直行してお湯入れてくるから。私に任せて。頑張る。じゃあランキング読んで終わりにするね。今日も付き合ってくれてありがとう。13位、ちゃん、しょんぐんさんありがとうございます。12位、ともちさんありがとうございます。11位、ばいこぞうさんありがとうございます。10位、けんけんさんありがとうございます。9位、まさとさんありがとうございます。8位、ピアノマンさんありがとうございます。7位、やすさんありがとうございます。6位、とてもけんけんさんありがとうございます。5位、あっちさんありがとうございます。4位、ケロンさんありがとうございます。3位、とめさんありがとうございます。2位、チュンチュンさんありがとうございます。そして1位は、今ここに降臨している、お城タワーを建ててくださった前田光一さん、ありがとうございます。イェーイ、パチ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 。ありがとうございました。では皆さん、本日も長らくお付き合いいただきましてありがとう。また明日ね。バイバイ。